テレビ番組でビートたけしさんとよく共演されていたと思いますが、カメラが回っていないところで話したことありますか素はどんな人なのか知りたいです。最近僕そのテレビタックルちょこちょこ出てますけど、リモートなので雑談することほとんどないんですけど、前にそのスタジオに出てた時に、その大竹まことさんとたけしさんがいるとこでちょろっと喋ったりっていうのはやったんですけど、ごく普通の人ですね。 カメラが回ると北野武しを演じますけど、カメラ回ってない時は結構普通のそのあの礼儀正しい人なので、カメラの時は北野けしで五在的な話の展開をやりますけど、別に普通に雑談してる時、へーとかふーんっていう話を聞いてて、ああそうなんだみたいな。なので割となんか普通の人だなとと思いました。まあ大抵の人は普通の人なんですけどね。カメラ回ってない時も頭おかしいなっていうタイプの人ってやっぱりテレビというか、社会で生き残れないと思うんですよね。はい。